こんにちは、Bレジェンド田中です。今回は初心者の方のためのブルガリアンスクワット解説をしたいと思います。動画の概要欄には Bレジェンドの公式 LINE や得なセール情報、新商品の情報も掲載されておりますので、ぜひ一度概要欄をご確認ください。ブルガリアンスクワットという種目はご存知ですかね。台に足を乗せてスクワットを行うという形になります。私一番のおすすめはね、もちろんバーベルを担いでスクワットっていうのをおすすめしてるんですが、道具がない時とかですね、家で自主トレをやる時にある程度強度を上げたい時はブルガリアンスクワット良いかなと思います。またお尻にフォーカスしたトレーニングなので、お尻とか、ももの裏ですね、ハムストリングに刺激を入れたい時はブルガリアンスクワットが良い選択になります。ただし慣れてないとね、どこに効いてるのかよく分かんないとか、フォームが難しいっていう種目でもあるので、その辺のね、効かしやすいようにするためのポイントをいくつか解説したいと思います。でまず簡単にですね、ブルガリアンスクワットのフォーム実際に私がやってみますね。台に足を乗せてですね、でこの時にですね、乗せた足であんまり踏ん張らないようにしてください。基本的には床についている方の足で体重をコントロールします。これシンプルにこのような動きになります。反対をやるとこのような動きがブルガリアンスクワットになります。基本的には床についている足で体重をコントロールするっていう動きになります。これが基本的な形なのですが、なかなかこうお尻、ももの裏に効いている感覚が得にくいという方もおられると思いますので、どうやったら狙った場所ですね、ももの裏、お尻に刺激が入れやすいのかっていうところの解説をしたいと思います。まずですね、台の高さが適切かどうか確認してみてください。これ台に足を乗せた状態で動作を行うので、太ももの前と腸腰筋、股関節の筋肉が硬い場合は、体を下げた時に柔軟性の限界でここに力がどうしてもかかってしまいますので、もうちょっと低い台でやるように高さを変えてみると、台乗せてる方の足がきついよっていう場合は台がちょっと高すぎるかもしれないので、そこをまず工夫してみてください。次はしゃがむ時に背中、腰がある程度伸びてないとお尻にストレッチがかからないので、しゃがんだ時に腰が曲がってるともも裏、お尻には刺激が入らないので、しゃがんだ時にある程度腰がしっかり伸びてる状態を作ります。で体重はつま先側にかけちゃうともも前に効いちゃうので、足全体またはかかと側である程度踏ん張るような意識で行うと良いでしょう。もう一つ、しゃがむ時と立ち上がる時の動きの位置のポイントなんですけど、しゃがむ時にその場で真下に降りていって、そのまままっすぐ立ち上がるっていう動きも全然悪くはないんですけど、トレーニング上手い人だとそのまましゃがんでそのまま立ち上がるっていう動きでも太ももの裏、お尻の比率高くコントロールできる人がいると思うんですけど、トレーニング初心者の方の場合はそれだとほとんどももの前に効いちゃうと思うので、しゃがむ時にちょっと台に近づいていくような感じ、台に近づいていくような感じでしゃがんで、立つ時に台から離れる、台に近づいていくようにしゃがんで立つ時に台から離れる。こうするとですね、しゃがんだ時に膝の曲がる角度がそんなに急角度で曲がらないので、太ももの前の関与が少なくなります。しゃがんで立ち上がる時に前に出るっていうことは、こういう後ろ方向への蹴り出しの動作になるので、太ももの裏とお尻の関与がより高くなるので、しゃがむ時にイメージは台に近づいてしゃがんで立つ時に前に出るという、こういう方向の動きを意識してもらうとお尻に効きやすくなります。であとはよりお尻にねストレッチかけたい場合は、背筋伸ばしてしゃがんだ時に地面についている方の手と反対の手をちょっと床に少しこう触れるぐらいまでギュッと下げてあげる。この時背中丸まらないようにですね、こうじゃなくて胸を張ったまま
ちょっとグッとねじってあげるとここがよりこう伸びますよね。ストレッチがギュッとお尻にかかる形になるので、まあ、より刺激がお尻側、もも裏側に集中するっていう動きになります。まあ、ブルガリアンスクワットね、昔コロナ期間でね、ジムに行けない期間で、まあ、家でそれでも足トレーニングしたい時とかはね、お家で一切あればできるので、結構重宝した記憶があります。もも裏お尻が弱いから改善したいとか、まあ、女性の場合でね、ヒップアップですね。で、もも裏も発達させたい、ボディーラインを作りたいという場合はですね、まあ、よくこなされる種目だと思いますので、椅子の高さは、まあ、高すぎないか、しゃがむ時に腰が丸まらない、しゃがむ時は椅子に近づくようにして、立つ時は椅子からちょっと離れるようにして立つ、で、つま先でばっかり踏ん張らずに足全体またはかかとで踏ん張るという意識をしながらブルガリアンスクワットやってみると、まあ、お尻に効く感じが得やすいと思うので、ぜひ一度お試しください。あとはね、その中でね、まあ、15回ぐらいこなせるようになったら、まあ、両手にダンベルを持って負荷をちょっと増やしながらやってみると良いかと思います。まずはね、フォームある程度固まる前に重りを持っちゃうと、多分もも裏お尻に効かす動きからもも前をちょっとね使う動きに変わっちゃうので、まずは重り持たずにですね、効かす感覚をつかむようにしてみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。動画の概要欄には新商品やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。